久保さん、Yahoo ブログサービス終了にしときましょうか。これね、2019年に Yahoo ブログ終了したらしいですね。はい。あの、大手、Yahoo さんですよ。Yahoo がブログやってたけど、終了。あの、資本力。まあ、一番結構で、Yahoo ってでかいと思うんですけど、その Yahoo さんがブログのサービスを切ると。これなんかネットで一時期話題になったみたいですけどね。うん。 でまあ結論ね、久保さんが言う通りその無料はね維持がしやすいんですよ。ただ、あの無料なんで、例えば人ゥがサービス終了って言ったら終わりなんですよね、もう終了です <laughs>。で、ドメインとかサーバーに関しては、まあ、高単価なね塾とか30万とか60万クラスで売ってるんだったら、1人に売ったら大体30年、40年、それで火をつくので、赤字にはなんないですね。ドメインも1個円ぐらいなんですよ で、1年で1万5千円。まあ、2万円とするじゃないですか。で、10年で20万でしょ ?10 年で20万で、ドメインだけでですよ。20万でしょ ?20 年で、うんなんですかあ、ちょ、待って。10年で10万。20万。30万。だから、30年ぐらいやって、ドメインだけで30万ぐらいですか ?30 年やって30万ぐらい。まあ、1人売ればいいじゃないですか。<laughs> まあ、あと、サーバーもね、まあ、安いのは500円ぐらいありますので、あ、そんな、その、会員サイトとかだったら、別にそのね、無料のトラフィックを集めるような会員サイトじゃないので、買ってくれた人に提供するやつであるならば、もう安い、ね、サーバー500円ぐらい。まあ、500円っつっても今、まあまあ、性能ありますからね。だから、100万 PV とか何千万 PV にはちょっと500円とかの,ブロあのサーバーだったらきついかもしれないですけど、会員サイトだったら余裕ですから。 じゃあ月500円だとしても、まあ、そんなに何十年やっても <laughs>、すいません。あの赤には絶対なんないですね。うん。だから結局その、まあ、売る単価にもよりますよ。それがまあ、売る単価と売る人数にもよりますけども、結局その僕は最終的に一番コスパがいいのは、有料で運用するっていうのが一番いいと思います。うん。だってしょし、だって、死んだら別にそもそも無料でも、あ,あれじゃないですか。 <laughs> 死んだらサポートできないんで <laughs>。だからまあ結局そのじゃあその運営してるところが消えたらどうすんのって話してでまたまた違うとこ行きます。じゃその違うとこに移行するのが超大変なんですよ。いや移行はできるかまた無料のも探して移行はできるかもしれないけどこの僕は実際に移行した移行したというかコピペ作業をね一回 YouTube のアカウントがバンされてコピペ作業3日かかったんで。 超大変です。コピペ作業3日、ずっと3日間ソースコードをコピペするっていうね。まあ、バックアップをまた YouTube にあ違うアカウントにアップして、で、まあ、アカウント停止になって、まあ、削除されたやつはもうソースコード使えないですから、それを僕は体験してるので、超大変なですよ。で、その大変をもう一回味,味わいたくないっつって、あの一応保険としてベメオもね、やってますけども。そう。で、じゃあ今後どうするのかって話ですよね。今後じゃあ、僕がじゃあ、 一応、ドリア化は60歳までって言ってるんですよ。だから60まで運営すればいいんですね、僕のは。僕はすみません、一生って言ってないんで、ドリアカ60歳まであります。で、60歳までやったら、ちょっと定年退職させてくださいって言ってるんで。だあと20年ですよね。じゃあ20年後どう考えてるのかっていうと、20年後は僕は、まあ、いきなりは無料化しないんですけど、僕は無料化を考えてます。ドリアカね。 だあと20年ぐらい、25年ですか。正確に言うと僕65とか70かな。まあ70ぐらいかな。わかんないですけど、無料化を考えてるんですよ。無料でね。だからその無料化になった場合は、無料のものを使ってあの、無料ですみたいな。であの、その無料の提供してるプラットフォームがサービス提供したらあ終わりですっていう話ですね。で、僕が死んでも無料の,そのプラットフォームが維持してる限り多分、まあ、見れるだろうから。 まあそういう感じですね。その代わり僕が死,、あのー、死んでも見れますよと。うん。だからそ,そんな感じに一応予定してます。ただ僕が運営している中、一応リスクリバーサルとして、じゃあこの20年の間に YouTube のアカウントの、YouTube の,アあの方向性だったりとか、まああとは赤番とかね、まあ、いろんなもん、あれをリスクを考えると、まあ僕は有料でやっとった方がいいかなと思いますね、僕は。まあ絶対はないので、ただ有料で払ってる場合は、 ま、ドメインもね、あの、契約してれば一応絶対なんで、一応ね、うん、その、リスク的にはその、無料のプラットフォームを利用しているよりかは <laughs>、ま、限りなくそのひ、比較すると。自分だけサーバーを契約している、お金払って契約している、で、無料とその、リスクリバーサルのその確率を見たら、まあ、間違いなくこっちの方がリスクないので、僕はま、そういうふうにやってますね。はい、僕はすいません。<laughs> 経験があるんで。 まあ、久保さんも例えばドゥでやってて、ドゥが亡くなった場合の対応ですよね。結構大変だと思いますよ <laughs>。まあ、それがな,なければね、全然いいと思うんですよ。うん、それがなければね、全然本当にいいと思います。ただ僕は経験したんで、超大変ですね。本当に大変。死にます。死に、いや、生きてますけど、結構きついですね。それで時間取られるんで。で、お客さんからすると見れないわけじゃないですか。見れなくなるんですぐ。 バーンされたらもう一瞬で全部見れなくなくるわけです。から全部です今までの過去の動画全部見れないっていうね。<laughs> お客さんにポ、お客さんがポータルサイトを言っても何も見れないとかね。まあ、あとはそのポータルサイト自身がね、Yahoo ブログサービス終了ですみたいな話だと、そもそもポータルサイト、リンクできないみたいな話になるので、まあまあまあ、僕はまあ,あ、無料、有料でやった方がいいかなと思いますね。 だから、無料と有料のいいところをしっかり取っていって、リスクリバーサルしていった方がいいんじゃないかなと思います。だから、どれだけ意思があったとしても、無料に依存していると、無料のプラットフォームがなくなった場合は終わりなんで。うん、だからまあんで。で、逆を言うと、有料でやってたとしても、その人の意思が弱ければ、あのドメイン更新しないとかね、サーバー契約しないとかになって、まあ見れなくなるし。大事なのは、 まあ自分がこうやるんだっていう意思プラス無料と有料を使い分けるっていうことが僕は大事だと思いますけどね。いってらっしゃい。